フランス革命第一次世界大戦までの不評軍装の変遷を描いた、ズフランスの軍服は、フランスの軍人により着用される衣類であり、主に陸、海空軍及び海兵隊の制服を指す。本校では陸軍に制服が導入された、ルイ14世の1660年代以降、現在に至るまでのフランスにおける軍服の変遷、及びその世界各国への影響について述べる。 1661年に、ルイ14世が申請を開始し、フランスは、ヨーロッパの政治、文化の中心となった。そして、軍政や服飾に関してもフランスがヨーロッパにおいて、主導的な役割を果たすようになった。しかし、18世紀に入ると軍服に関しては、ドイツの影響が強まり、フランスも1762年には、ドイツ式の征服を採用した。 また、男性洋服食一般については、イギリスの影響が強まり、1720年頃には、自然主義の影響で、イギリスの服装が流行した。そのため、フランス革命の頃に現れた、様々な新しい服装の多くは、イギリスをはじめとする、外国で生まれたものであった。フランスは、革命からナポレオン戦争の過程で、近代国民国家の軍隊の原型を作り上げた。 しかし、ナポレオン一世は、軍事制度や戦術においては、革新的である一方、復職等の文化芸術面においては、復古的であり、軍隊の征服も、ルイ16世時代に逆戻りした。そのため、この時代のフランスの軍服が、他の国に与えた影響は、ほとんど見られない。ナポレオン一世によって、時代遅れとなった、フランスの軍服であったが、 19世紀中頃、当時ヨーロッパのファッションリーダーの一人とされていたナポレオン三世の時代になると、軍服に関してもケピボーなどの独自のデザインが見られるようになった。このフランス式はドイツやイギリスがリードする世界基準に対する個性として他の国にも影響を及ぼした。現在でもかつて影響を受けた諸国の冷蔵野球。 フランス領から独立した諸国の軍服にその特徴が見られる。以下、まず陸軍軍服を中心に時代ごとの変遷を述べ、ついで海軍、空軍の軍服について述べる。フランスのルイ14世が1661年に申請を開始し、同年、軍政改革の一環として、ペルシャやトルコ風のジュストコール、ジレ、キュロット、クラバット、 シャポー等からなる東洋風の新しい服装を制服として導入した。この服装はヨーロッパ各国でも採用され、その構成は現在に至るまで紳士服の基本となっている。それ以降、18世紀初頭までは上着はあまり変化がなかった。しかし、18世紀半場頃より上着を開いてベストを見せるような着こなしが流行し始める。それに伴い、 上、エリが生まれた。18世紀末になると、エリは、次第に高くなり、爪エリへと変化していった。また、丈の長いジュストコールは、乗馬には不便であり、裾を折り返して止めるタイプが見られるようになる。さらに1780年頃からは、上着の後方のみを残し、着丈を詰めるスタイルが現れるようになった。これが、演技服の原型である。 また、小銃の普及に伴い唾の大きな帽子は邪魔になったため、1660年代から片側の唾が跳ね上がり、1680年代頃からは反対側の唾が跳ね上がり、1700年代までにかけて三角帽子が主流となる。さらに17世紀半ば、 プロイセンやオーストリアでは三角帽子の前面の膨らみが狙撃の邪魔になることから次第に交代して亡くなり二角帽子へと変化していく。軍服としてはジャンビエールが使用されるようになった。この時代に特筆すべきものとしてエポレット、六骨服、ナポレオンジャケットが挙げられる。エポレットは1759年から階級賞として用いられるようになった。 肋骨服は、オスマン軍によって滅ぼされたセルビア騎兵が、家にチェリの軍曹を、ハンガリー騎兵に広まらせたものが発祥と言われており、肋骨の上にさらにあばら骨を施した、ペリースと呼ばれる上着を、斜めが消した。もっとも、フランス軍は、ルイ14世の時代から、オスマン帝国に離反した、元ハンガリー騎兵を雇っており、その頃から彼らのドルマンの上にペリースをかける。 独特のスタイルは認識されていた。プロイセン軍やオーストリア軍でもボタンホールに肋骨風の装飾がされていた部隊がある。しかし、ルイ15世の時代までは、騎兵もナポレオンジャケットであり、これが騎兵の軍装として導入されたのはルイ16世末期の時代である。また、ナポレオンジャケットとは同時期にプロイセン軍で使用されていたフロックコートを ポーランドのウーランが双方向から止められるようにした、塩微服型のジャケットのことで、1786年に導入された。ナポレオンに好まれたことから、ナポレオンジャケットと呼称される。由来の通り本来は、騎兵の軍装であるが、フランスでは、不評や敵弾兵、公兵など、広く好まれた。騎兵のボタンは、黄色と白があり、連帯ごとに決まっていた。 フランス革命軍の軍装は1798年に制定され、ルイ16世時代の1786年正式を継承したナポレオンジャケットが着用された。ただし、キュロットは貴族的な服装として否定され、ボトムスに長ズボンが用いられるようになったほか、召喚はハーフコートに代わって同年8月7日にドイツ式、 ダブルブレスト解禁のフロックコートが導入される。二角棒はこの時に完成型となり、側面にコカルドがついた。また、召喚は頭頂部に三色機のポンポンがつく。常備軍は白い軍服を着ていたため白軍団、志願兵、昇州兵は青い軍服を着ていたため青軍団と呼ばれる。大陸軍の軍装は帽子や装備には変化が見られるが、 服装は、ルイ16世時代の1786年正式を復古した形となった。ボトムスは、革命の頃にアンシャンレジームとみなされたキュロットに戻された。このように旧体依然とした軍装ではあったが、前述のように、戦列不評のナポレオンジャケット、ユサールの豪華絢爛な装飾を施した、肋骨服や社交、元帥らの大きなエポレットなど、 その文明とともに、ナポレオン時代の象徴として認識されたものも少なく、なく、袖口のボタンはナポレオンが考案したという俗説まで、生まれたほどである。なお、変更点を挙げるならば、1803年に、エポレットのついた爪襟塩美服型の大礼服と、略装が導入される。1804年の減水制度導入により、減水たる召喚は、 金刺繍3割増しで二角棒に白色バネ、ね、帽子はナポレオン戦争間の1807年より二角棒子は将校、歌詞卒は本来騎兵のものであった車交棒を被るようになる。二角棒はイギリス式の建てかぶりとなった。また、騎兵の作業棒としてボネドポリスと呼ばれる頭頂部にカルパックの下を出した。 フェズボー内紙ナイトキャップのような山形の帽子も使われ、始めるようになる。このボネドッポリスは、イギリス騎兵でも導入され、ギャリソンキャップの発祥の一つになったと言われている。また、フランス本国でも、略防として発展し、現在に至るまで使われている。しかし、1810年代になると、絢爛豪華さを誇っていた装飾は、次第に衰えを見せ、それに伴い軍も、 装飾の廃止や、軍装の統一に乗り出すようになる。連帯ごとに、様々な色彩だった上着は、プロイセン軍のプルシアンブルーに似た紺色へと、統一され、また、復興生成立後の1829年には、砲兵や、植民地部隊を除く、全兵家に赤いズボンが制定された。こうして、100年近くにわたって、 フランス軍の象徴となる紺色の上着に赤い袴のスタイルが確立されることになる。19世紀中期になると、銃火器の発達に伴い、フランス軍の軍装はさらに簡素化し、不復戦争以降はいよいよ機能性を強いられるようになる。とりわけ、革や毛皮で重厚に固められていた帽子は大幅に軽量化された。1830年代普通アルジェリアを、 発祥として、社交帽を、簡略化したケピ棒が登場し、以降聖棒として全軍に浸透する。また、騎兵が花形であった時代は、終焉を迎え、19世紀末には、砲兵ともども肋骨服から、打兵家と変わらない、シングルブレストタイプのグニとなった。これらの変更は、各国の模倣するところとなったが、 それも20世紀に至る頃にはすでに時代遅れとなっており、そのまま第一次世界大戦に突入することとなる。なお、1845年頃から、上着は、塩尾服ではなく、前後均等に丈の長い形状となる。また、19世紀半ば以降は高襟は、廃れ将小ともども襟を折り曲げるかほとんどないほど、 低くしたスタイルが流行し、中には、襟元からシャツを覗かせ蝶ネクタイをつけるものも見受けられる。しかし、不屈戦争頃から、大布の上に所属連隊や陛下を示す気象をつけた、襟章が規定された。この襟章は、日本陸軍38式軍医のクワガタの原型ともなった。以下、各詳細について解説する。 冷蔵減水は引き続きミリー1804を着用。一般召喚用大冷服は1857年時点でシングルブレストの塩微服型帯に白いキュロットと長靴に格棒であったが第二帝政崩壊後の1872年4月15日に両者の冷蔵の区別はなくなり大冷服もフロックコートタイプのものが登場したに格棒だが 社交帽を被ることもある。将校の略装騎兵公兵を除く将校の略装は1830年時点では、縁備服であったが、1847年改正にて、竹の長いシングルブレストの爪入り9つボタンと、ケピボに変更、1860年に細部改正がなされた。1867年8月14日より、 ダブルブレストのフロックコートとなり、1870年7月15日改正で、直線の袖症が入る。召喚は、第二定性崩壊後の1871年に、黒い肋骨服が導入され、口述のミリー1893導入後も好んで、着用された。不評を中心とした、左官、遺憾では1882年に二点胸ポケットの、 ついた7つ、ボタンシングルブレストのチュニックを導入するが短命に終わり、翌1883年には中央に7つのボタンの入った肋骨服を着用。しかし、1893年には、紺のシングルブレストのグニが採用される。9つボタンで袖に3つボタンがついており、腰に2点うがいなしタイプのポケットがつく。 あと裾に2列各3個のボタンとベントが入っている。騎兵はやや遅れて1898年にこのミリー1893とよく似たグニが導入された。後兵は1786年以来の伝統的な前合わせの黒いナポレオンジャケットであったが、1872年頃にダブルブレストのフロックコートとなる。ミリー1867、70と似ているが、 袖口に3列のボタンが入る。1883年には、不評と同一の肋骨服となった。該当は1872年にインバネスコート型が導入された。1875年には、全陛下共通で、ペリースをも導入した。1818 18年から、参謀本部要員は、青い制服を着用していたが、第二帝政時代の1852年。 参謀本部要員向けの軍装が規定された。一般将校が大礼服、略装の2種類であるのに対し、大礼服、略装野戦服の3種類からなる。大礼服の袖章は三角形で、襟には、虚子状の襟章が入った。略装の襟には、参謀本部の気象が入る。野戦服は、スパヒのような竹の短い肋骨服に2段の、無限結びの袖章がつく。 訂正崩壊後は、一般将校と同じミリー1867、70を着用した。兵士の軍装1860年制定では、シングルブレストで袖口に3つのボタンが付き、肩にはエポレットをつけたが、1867年に将校同様のダブルブレストに変更され、袖口ボタンを廃止。1870年に9つ、 ボタンシングルブレストのタンジャケットとなり、エポレットも廃止された。また、貸し館及び、長母平たる五丁には1893年に9つ、ボタンシングルブレストの礼装が制定されたが、1897年に7つ、ボタンに変更された。このほか第二帝世紀には1860年に、この絵平洋軍医が制定された。 シングルブレストの9つボタンで、前合わせにドルマン風の装飾が入る。この上にダブルブレストのコートあるいは、雨具として、インバネスコートを羽織っていた。騎兵、砲兵の軍装系騎兵を呼び、砲兵のドルマンは竹を腰状まで詰めたものであったが、1872年以降は、通常の竹となる。龍騎兵は、ナポレオンジャケットであったが、両騎兵は、ボタンホールに、 あばら骨型の刺繍が入る。強行騎兵は1845年以降も塩備服を維持していたが、1859年12月14日の改正で竹が長くなり、将校は1871年12月以降袖に銀線が入る。1884年以降竹が少し短くなった。ペリースは1845年正式では、 ドルマンと同様に、細かいあばら骨が入っていたが、1855年より6本へと、簡略化され竹も長くなる。1884年改正では5本になり、竹は袖と同じ高さにまでなった。方兵将校も、軽機兵と同様だが、黒いズボンで赤い側線が入る。この側線は2本の太線の間に、細線が入る。ただし、 この絵方弊紙館のみ、両側の太線が木、中心の細線が赤となる。1898年には、将校の肋骨服が廃止された。方兵は1873年にシングルブレストのジャケットが制定された。不評用ミリー1870ジャケットと似ているが、丈がやや長い点、検証がある点などが異なる。1900年には、 砲兵、騎兵共通して、シングルブレストのジャケットが制定された。歌詞館には1872年に7つ、ボタン2列のフロックコートタイプの礼装が制定された。帽子その他社交帽は、装飾を大幅に撤廃した、ミリー1810は、先に広がる形状であったが、1812年を、 ピークに1845年制定及び1852年制定、1860年制定と、ヘルにつれ逆に先細りとなり、チンスケールも簡略化される。72年昇降用、74年機兵用などは、帽子の丈がさらに小ぶりになった。また、1891年より、ボネドッポリスを、A 内作業棒として導入。 1910年代までは以前として19世紀来のゴミ色の上着に赤い袴という格好であったが、WW1 回戦後、ホリゾンブルーの上着及び袴が導入されるようになった。1915年より外人部隊やアフリカ系部隊などの植民地軍にはカーキー色が導入されていたが、本国では一貫してホリゾンブルーのままであり、 戦後の1935年にようやくカーキ色となる。また、同時に高襟スタイルは、スタレ、将兵ともに、上着の襟元から、シャツの襟とネクタイを覗かせるようになった。将校の軍装では、開戦直前の1913年に、野戦服が採用された。上下張りポケットで前が隠し、ボタンとなっている。 この野戦服は1915年頃から簡略化され、通常のシングルブレストとなる。立襟リと立リリエ襟リが長らく混在していたが、1929年には立リエ襟の制服を採用。1935年に襟からシャツを覗かせるようになって、以降、1938年5月には解禁となった。ただしこれは、 ミリー1929は着の一番上のボタンを外して襟を広げただけのものであり、変わって1939年2月には、ノッチとカラータイプの解禁の制服が導入された。一方、それまで、将校の常服として使われていたミリー1893は、礼装として扱われるようになり、礼用襟償が追加される。1921年になると、 上下ともに、ホリゾンブルーに、変更、レイオエリショーの形状も変更される。1931年には再度上着の色は、黒となり、金色の袖章が追加される。植民地仕様に、白のタイプも存在した。ケピは1919 19年と1931年に、それぞれ細部の改定があった。兵士は9つのボタンのついた紺色のタンジャケットの、 ミリー1870、可視感は7つボタンで検証のついたミリー1897を着用していたが、1914年より腰部分に2点バリーポケットのグミが導入された。翌1915年にフラップタイプへと変更、1920年には大きめの折り襟のグミが導入され、1935年改正でカーキ色となる。 1938年にも改定があったが、全部隊に支給も、ままならず改戦となった。ナチスドイツによる、フランス占領後、自由フランス軍では、米軍や英軍からの軍装が供与された。一方、ビシー政府では引き続き従来の軍装が維持された。戦後、制服は、従来の様式を止めつつも、戦闘服は機能化が進められ、 米英式の服を導入した例えば1947年にはアイクジャケット型の商工勤務服を導入しているほか、戦闘服でも米軍式のフィールドジャケットや空挺降下服、ヘルメットを導入。リザード迷彩の空挺部隊が60年代に様々な政治的汚点を残したことから一般部隊への迷彩配備は遅れていたが、90年代以降、 CE 迷彩を使用した F2 迷彩服や T3 迷彩服が導入された。柿型の T21 と陶器型の T22 がある。女性はダブルブレストでポーラーハットとなる。一般部隊では1947年に米軍の M1943 風のオリーブ色戦闘服を導入していたが、1967年に独自の戦闘服を開発。 このサテン300は丈が短く、襟が大きく折り返され、胸にジッパー止めの垂直スリットポケットが2つ付く。1980年改正で F1 と呼称される。1980年代半ばより耐久性の向上、腰の絞り紐をゴム絞りに変更、襟裏のフラップの追加など改正され、F2 と呼ばれる。1994年。 両脇腹部ポケット2点が廃止され、袖口がシャツカフス式となり、現在に至る。また、2000年代からフェリン T3、2010年代からフェリン T4 が導入された。空挺部隊では、M1942 ジャケットをベースに TAP47 効果服を製作。51年、52年、53年、56年に細部変更が行われた。 色は、オリーブとリザード迷彩の2種類があった。南ベトナム軍へも供与された。また、ポケットのフラップ部分のボタンが隠し式となった、ダ・マイナス47、第2次中東戦争期に、米軍の M51 を模して作られた、ミリー1951名彩服もあった。ヘルメットも1951年より、M、M1 型のヘルメットとなった。 1956年に落下産兵向けの派生型として、顎紐等を安定性を高めたモデルが開発された。1978年より、ミリー1978ヘルメットを導入。しかしこれらのマンガン鉄鋼合金ヘルメットは、ユーゴスラビア紛争にて脆弱性が露見したため、ケプラーよりも強力なスペクトラ繊維を樹脂加工して、 作られたフリッツヘルメット型のスペクトラヘルメットを導入。デンマーク、カナダ、ウクライナなどにも輸出されている。外人部隊はケピブランと呼ばれる、平洋の白いケピ帽で知られている。歌詞館は黒いケピ帽を被り、ケピノワールと呼ばれる。19世紀に植民地各国で現地人が徴用されるようになると、現地の気候に合わせ伝統衣装を取り入れた。 独自の軍服が形成された。まず、北アフリカでは、不評である、ズワーブ兵や、植民地軍狙撃兵、景気兵であるスパッヒの貸し卒及び、現地人将校には、シルワールと呼ばれるゆったりとしたズボンと、セドリアと呼ばれるボレロ状の衣服が使われ、その上には赤い飾り体を巻き、ターバンやクーフィーや、シェシーヤなどが被られた。セドリアとシルワールはそれぞれ、 色合いが異なっており、ズワーブは紺色、植民地軍狙撃兵は、上下ともに、水色、スパイヒは、上着は、赤で、貝は、水色となっている。また、用途に合わせて、バーノスと呼ばれるマントを羽織ったり、ガンドラと呼ばれるコート状の衣服を着用することもある。将校も、色合いなどが、独自の仕様であり、ズワーブ将校は、上着が、プリーツのマンテル。 植民地軍狙撃兵は水色、スパイヒは赤の肋骨服であった。植民地軍狙撃兵将校のグニは、1853年2月に制定された際は、プリーツ入りの9つボタンの超マンテルであった。1883年もしくは84年に、肋骨服となり、1895年に、ミリー1893と同じ祭壇の、 超マンテルタイプとなった。商工用冷装は1893年に制定された7つボタンのシングルブレストであったが、1931年に9つボタンへと変更、また丈が長くなった。歌詞卒も1923年にシルワールとセドリアの伝統的な服装を配し、ミリー1920に似た祭壇のカーキ色の野戦服を導入。 1932年には冷蔵もやはりミリー1920に似た、祭壇の折り襟7つボタンの上着へと変更した。この冷蔵は1935年に爪襟となった。スパッヒの昇降用冷蔵は竹の短い肋骨服で、1842年に6本から7本へと変更された。 肩より、あばら骨の二本目に重なるように黒い色手をつけて、板が1860年に廃止された。また、1858年には、超マンテル式の略装が導入されたが、1873年4月に、廃止された。その後は色合いを逆転させ、植民地軍狙撃兵のように水色の肋骨服に、青いパイピングの入った赤い袴を着用していたが、 1900年に再度、色合いを戻し、ミリー1893と同じ長が、マンテルタイプの赤いグミを導入。モロッコ現地兵は、ジャラバと呼ばれるヤギの毛が織り込まれた伝統的衣装を着用し、足にはサンダルとホーストップを履いていた。ジャラバの模様や色は舞台ごとに異なっていたが、1944年から45年、頃には黒と茶色。 グリーンの細線が織り出された汎用型のタイプが登場した。蒸気とは異なり植民地部隊の所属だが、インドシナでは、インドシナ狙撃兵が編成され、中でもトンキン狙撃兵は青財風の前合わせに、ゆったりとしたズボン、ノンラーが着用された。こうした、独自の軍服も、兵器の発展とともに、バーノスや、ガンドラと呼ばれるコート状の衣服、あるいは、 熱帯被服にとって変わられるようになり、スパヒヒの名前が境外化した現在では、その必要性も失われたため、式典の際にのみ、通常の軍服の上に、バーの巣を羽織る、フェズーの代わりに赤いギャリソンキャップを被るなどの、記号的表現、あるいはシルワールとセドリアの伝統的な服装を着用するに止まっている。ケピボーが、 植民地での戦闘から生まれたように、多くの植民地を抱えたフランスにとって、熱帯用皮膚の導入は大きな課題であった。証拠は1892年にライトカーキ色の熱帯用皮膚が登場する。祭壇は翌年のミリー1893によく似たシングルブレストタイプの爪襟だが、胸と腰に各2点ずつポケットが存在する。 1931年には M1929 に似たオリエリの被膚が導入された。このように将校は内地での被膚と大差ない衣装だったが、歌詞カンペーは1898年に3つボタンの爪襟シングルブレスト、1914年にオリエリダブルブレストの上着が導入され、この上にオーバーコートを着用することもある。 1937年になると、半袖半ズボンの熱帯用皮服が採用される。将校は、階級章を、当初胸につけていたが、第二次世界大戦勃発後は肩に移行した。将校には、白のサンヘルメットと、上着、ズボンの略霊装が用意された。この略霊装は爪襟であったが、1931年改定で、爪襟タイプと、 海禁タイプの2種類が登場する。フランス、北、アフリカ、中東勤務のみが連帯番号をつける。これらの熱帯王被服も戦後のブレザータイプのミリー1958をもってフランス植民地帝国と共に終焉を迎えた。フランス海軍の軍服は1669年に制定され、海軍としては世界初である。 召喚は、青いジュストコールの下にいずれも赤いベストとキュロット、靴下を着用したが、それ以外は、個人の裁量が大きかった。18世紀末には、上着の前合わせが赤、それ以外は、キュロットも、ゴミ色となる。ナポレオン時代の19世紀初頭の頃は、ゴミ色の塩味服スタイルとなり、ズボンは、白と紺色の2種類があった。 19世紀末20世紀初頭頃に他国同様にイギリスの影響を受け官房やダブルブレストの上着が導入されたが襟を折り襟にするなど独自の試みも行われた第二次世界大戦以降現在までは主観や可視観の陶器制服はダークブルーのリーファージャケット、夏季制服は白いブレザーとなっている水平はセーラー服で頭頂部にポンポンがついている 第一定性時代、ボタンホールと襟、袖口に装飾の入った爪襟シングルブレストの塩味服である、勤務服も着用された。1853年1月29日付規定では、共に、塩味服の大礼服と通常礼装、リーファージャケットの略装の3種類があった。召喚の大礼服と通常礼装は、爪襟シングルブレスト、左官。 遺憾は大礼服は爪襟、通常礼装は、解禁のダブルブレストである。召喚の大礼服は、陸軍と告示しているが、襟の装飾に、怒りがついていることで判別できる。1876年規定で、通常礼装が廃止され、略装にエポレットをつけることとなった。1891年6月3日付け規定で、第一種第五種までが区分され、 1902年細部改定により、第3種、第4種のリーファージャケットは、折り襟となった。将校総統官は大礼服でもエポレットをつけず、文化に要検証をつけた。また、将校と同時に行われた1891年6月3日付規定では、議官測量官衛星の各刺繍の分類がなされた。空軍は、ルイーズブルーと呼ばれる。 黄金色のシングルブレストのブレザーにズボンで構成される。聖帽の腰部分には階級に応じて金線が入り、クラウン部は下記にはカバーをつける。空軍の軍服が制定されたのは1929年である。制定当時は、前合わせは5個ボタンで、袖にも陸軍のように3個のボタンがあり、襟はピークドラペルであった。1934年改定で、 前合わせは4個ボタンに変更され、袖のボタンは廃止、襟はノッチドラペルとなった。これが現在に至るまでのフランス空軍の制服のベースとなる。貸し換用は将校と同一であるが、共切れ地のベルト、上襟に襟章をつける。兵用は制定当初は、貸し換や将校のそれとは大きく異なっており、前合わせ6個ボタンの折り襟で、襟の中から、 陸軍のように、シャツとネクタイを覗かせ、腰には2点の切れ込みポケットが入っていた。1939年以降は襟一番目のボタンを広げ解禁とした。現在は、歌詞館や将校と同一である。不仏戦争の惨敗によって、フランス軍は、各国の模範としての座を退いた。しかし、絢爛豪華なエポレット、車高などの装飾は、 各国の礼装に影響を残し、また上層でもアメリカやイタリア、日本のようにショルダーストラップ型の階級書を導入した国もある。警察棒などと訳される。ありがとうございます。